令和元年10月12日広島広域公園第2球技場にて2019中四国学生アメリカンフットボール選手権大会決勝トーナメント1回戦島根大学ウォリアーズ対愛媛大学ボンバーズの一戦が11時で、キックオフ予定で試合開始いたします。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーレッドのユニフォームが島根大学ウォリアーズ、奥側ホワイトのユニフォームが愛媛大学ボンバーズです。島根大学キックオフ、愛媛大学リターンで試合が始まります。このパント、風に押され後方に飛びました。そのまま自陣エリアの方を越えていき、この結果愛媛大学の自殺戦となります。島根大学に2点が入ります。セーフティー、キックによる陣地挽回を図ります。ここでスペシャルプレー、島根大ギャンブル敢行。バントフォーメーションから手前にいた5枚のダイレクトスタート、そこからのランプレーでしたが、これはアジェストされファーストダウン更新ならず。中央へのランプレー、キャリア29番、中央へのダイプレー、キャリア29番、しかしノーゲイン、4回目の攻撃失敗です。袖攻守交代、ターンオーバー。島根大ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。島根大学ファーストダウン。ランニバック23番、相手タックルかいくぐり左オープンへのラン、しかしファーストダウンには届いておりません。4回目の攻撃失敗となります。攻守交代、ターンオーバー。パス成功、ファーストダウン。愛媛大ファーストダウン。成功。ランニバック23番、ピッチプレーから左オープンへの展開、しかしこれはノーゲイン。ポンプを切ります。愛媛大学ファーストダウン。パス不成功。愛媛大スペシャルプレーを敢行しましたが、このパス風に流されパス不成功。ロングゲインファーストダウン。島根大タッチダウン。ランニバック23番、ハンドオフから右オフタックルを突き、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。島根大学6点獲得。
発成功タッチダウン。クォーターバック1番ミドルゾーンへのロングパス、このパスをワイドレシーバー19番がキャッチ、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。愛媛大学6点獲得。ナイスラン、ファーストラン。中央のランプレー、キャリア23番。しかしこれはファーストラン獲得に至っておりません。インターセプト。ファースト、パス成功、パス不成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー19番のパス、しかしオーバースロー、パス不成功で4回目の攻撃失敗です。攻守交代、ターンオーバー。ボールオン自陣41ヤード。ここでボールをファンブル。陣地はほとんど挽回できず攻守交代です。なにわ君12番ハンドオフから右オフガード付近を突き約6ヤードのゲーム。プレーナンバー4-9愛媛大学フォースダウンインチ。ここでボールをファンブル。したボールを抑えたら締まれない。ターンオーバー。中央のランプレー、しかしこれは締まれない。96番がタックル、キャリアは23番。キュービーサーク。プレーナンバー4-28愛媛大学サーダウン7。ボールオン相手陣38ヤード。試合時間残り35秒。パス成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー19番にパスを通し残り1ヤード。時計回り続けます。プレーナンバー4-29愛媛大学フォースダウン残り1ヤード。パス失敗。再び19番へのパス、しかしパス不成功。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。2ラウン、時計を回します。ここで試合終了となりました。試合終了の結果、島根大学9点、愛媛大学7点で島根大学の勝利、島根大学決勝進出です。島根大学は決勝へ、愛媛大学は全員決定戦へと進みます。